宜野湾追跡時タイム。CG タイム特別番組自治会に入ろうスペシャル、イエーイ。はい、FM宜野湾をお聞きの皆様こんにちは。本日は予定を変更しまして宜野湾中 CG タイム特別番組自治会へ入ろうスペシャルをお送りしております。今日はなんとスタジオを飛び出し宜野湾市役所の玄関前から公開収録を行っております。イエーイ、パフパフ。はい、そしてですね、本日 MC を務めるのは毎週水曜日 FM 宜野湾にて放送中の宜野湾注意 CG タイムのパーソナリティ、宜野湾市社会福祉協議会の赤嶺舞と、なんと自治会加入促進といえばこのお方、前大山区自治会長の又吉亮さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん今日はよろしくお願いします。舞さん、はい、6月ですね。あ、びっくりした。はい、6月といえば、6月といえば梅雨。いや、自治会加入促進月間じゃないですか。あ、いたたたた、そうでございました。はい、自治会加入促進でございます。てっきり僕は舞さんだったらジューンブライドっていう6月の花嫁とかそういったこと言うのかなと思ったんですけど、ちょっと結婚から遠のいてるので、それは思いつかなかったですね。はい、そうですね。イエイイエイじゃないですよ。まあ、6月は自治会加入促進、はい、月間ということでもございます。はい、そして私もですね、2年前まで、まあ、大山区の自治会長をやっておりまして、はい、まあ、自治会加入促進の代表も務めておりましたので、今日は、まあ、舞さんとともに、はい、まあ、MC として務めていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで今日はですね、1時間の収録放送をして、自治会ってどんなところ、どんなことをしているの、自治会の魅力ってどんなところなのかなっていうのを、実際に自治会長の皆さんにお聞きしたり、またですね、今まで加入促進とか自治会のお仕事を頑張ってきた又吉さんと一緒にお話をしながら、毎週土曜日の10時から放送していきたいと思いますので、よろしくお願いします。めっちゃ緊張してます。金曜日のライブの時ほど緊張してますね。はい、そうですね、金曜日のライブはロボットみたいなことになってたんですけど、はい、はい、実際ですね、又吉さん自治会長なんてどれぐらい、自治会長はまあ4年勤めて、まあ、その前に初期をまあ8年間勤めて、計まあ12年間ですね、あ、まあ、自治会の方に、はい、携わりました。はい、まあ、12年間で、はい、まあ、まあ、地域の方に支えてもらって、まあ、同級生と比較すると、まあ、22歳からまあ自治会に勤めたんですけど、22歳、はい、若いですね。そうですね、まあ、同級生の誰よりも成長できたな、12年だなっていうふうには感じておりますよ、私は。はい、まあ、皆様のお支えがあってですけれども、はい、また、まあ、私の地域、まあ、大山区のことなんですけど、はいはい、昨日ちょうどですね、総合行事というものがありまして、はいはいはい、まあ、サンゴ茶串行き敬老会を合わせての総合行事なんですけど、はい、まあ、延べ人数がまあ300名余り、まあ、来館していただいて、まあ、これだけまあ多くの方々がまあ自治会の行事を楽しみにしているんだな、ね、ということを実感いたしました。はい、自治会の行事に行くと、はい、どんなことがいいことがありますか。いいことがありますか。いいこと、やはり横のつながりがあるということが一番いいことですね。はい、まあ、あれと同じですかね、公園に行ってママ友だったりママ友の集いがあるように、う、ね、公民館に行って、まあ、同じ環境の方たち、ね、境遇の方たちとのつながりであったり、また縦のつながりも出てくるというところが最大の魅力なのかなと私自身は感じております。地域でお友達ができるような場になりますよね。まあ、そうですね、はい、はい、ということで、はい、この番組は収録放送となっておりますので、まあ、すぐにメールメッセージは読むことができませんが、番組のご感想を募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com 797@fmginoan.com となっております。またこの番組はインターネットによるサイマル放送を行っております。毎週土曜日10時からリスラジと検索していただくと、全国のラジオ局から九州沖縄を選び FM 宜野湾を選択していただくと、今日の自治会加入促進特別番組の収録放送をお聞きすることが出ますできます。そしてこの放送は YouTube で今日は映像も撮っておりますので、アーカイブ化されいつでも楽しむことができます。ぜひですね、 YouTube でも FM 宜野湾を検索していただいて、自治会加入促進特番の様子をご覧ください。はい、はい、というわけでですね、早速なんて言うんですか、ゲストさんを紹介していきたいと思います。はい、隣でもう待ち構えてますよ。あ、待ち構えてますか。はい、あ、もうすぐ行って
いい感じですかね。はい、それでは早速本日最初のゲストさんをお招きしてお話を聞いていきたいと思います。はい、最初はこの方、僕も自治会長時代、大変お世話になりました宜野湾市自治会長会会長の森田進会長です。よろしくお願いします。はい、森田会長よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、今年度からですね自治会長会の会長ということで森田会長、本日ゲストでお越しいただいているんですけれども、森田会長の方からですね自治会ってこういうところだよっていうのを、少し説明していただきたいなと思っておりますけれども。はい、今先ほど又吉市会議員から自治会って何があるのということで横のつながりということを言ってました。確かにそうなんですね。私たちが住む、それぞれの自治会、今宜野湾市には、23自治会ありますが、それぞれ各地域でさまざまな、伝統の継承、それから高齢者の見守り、そして災害防犯環境美化活動とですね、たくさんの行事を行っています。そういう意味では、市民の皆様区民の皆様がですね、お気軽に、自治会にいらしていただければ、おのずとですね、自治会の活動というのが見えてくると思います。そういう意味でぜひ一度はですね、市民の皆様区民の皆様自治会に、寄ってですね、茶わんも飲みながらですね、ざっくばらんにお話したらいかがでしょうか。はい、あ、そうですね、はい、さまざまな役割があるんだなって。そうですね、たくさんね、地域の重要な部分を。そうですね、自治会に加入されてない方々、おそらく今、森田会長が話されたことって、おそらく市の、職員の方がやってくれてるのかなって感じてるところ。あ、そう、意外と勘違いしてる方もいると思うんですけど、はい、結構そういったものがね、伝統文化の継承であったり防犯防災というところが、地域の方々の力によって、形成されているということ、そうですね、そうですね。あと、森田会長が嬉しい一言おっしゃってましたね、茶子青の見に来てと。そう、そこがすごい宜野湾市の自治会のすごいいいところというか、安心するというところが。そうですよね、はい、以前は村屋って言われてた、公民館といえば村屋って感じなんですけど、やはりこの茶子青の見に来てちょっとユンタクしようっていう考え方が、この村屋っていう、イメージにぴったり、しっくりはまるのかなって。結構皆さんいつでもウェルカムな感じ で、ね、ちょっと休んでいきなさいとか、結構プライベートな身の上相談も聞いてくれたりとかして、天ぷら作りすぎたから食べていきなさいとかありますよね。増量運動も、させてもらって、せっかくですので森田会長、森田会長は中原区の自治会長ということでもございますので、中原区の、一押しの行事、イベントとかですね、これから、近い、6月ですので7月8月とかに行われる、行事とかでも結構ですので何かあれば。あ、そうですね、23次会それぞれ、これから、6月を過ぎて、7月子どもたちの夏休みにも入ってきます。そういう意味では子ども向けのですねイベント等が各自治会、準備をしておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。中原区はですね、まだ新しい部落でですね、地域で、宜野湾市が、ちょうど市政になったときにですね、昭和37年なんですが、39年に、三あざが集まって出来上がったあの地域なんですね。それからその時から、今までずっと継承してきたのが、区民運動会、これは去年で40回を迎えました。40回ということは、40年間続けてですね、毎年、先輩方が培ってきたものを、また私たちも、子どもたちも、一緒になってですね、この運動会を毎年大きな行事として、捉えて頑張っています。はい、40年間も運動会すごいですね。結構運動会どこでやるんですか。今は宜野湾中学校のグラウンドの方で行ってますね。中学校を借りてやってるんですね。はい、これ区民の方のみの参加になるんですか。例えば、この運動会をやってる様子を見て、去年やってる様子を見て来年ちょっと出てみたいなっていう方も OK なんですかね。そうですね、去年子ども会中心の一応運動会ですので、どの班から
子ども、あの自治会に加入してなくてもですね、うん、自由に参加してもらって、はいはい、でこれを親御さんがまた見て、あ、自治会こういう交流はいいなというところでですね、ぜひ参加してもらえたらまた大歓迎であるということですね。あ、はい、いいですね、ありがたいですね。そしてですね、あの森田会長、あのぜひですね、あのこの放送を聞いている方、まあ、宜野湾市の方も宜野湾市じゃない方もいらっしゃるんですが、はい、聞いている皆さんに一言何かお伝えを、そうですね、まあ、市外の方もお聞きかもしれませんが、本当に宜野湾市ですね、23自治会本当にまとまってですね、各地域でさまざまな行事を行ってますので、ぜひあの、まあ、宜野湾市民になった暁には、ぜひ自治会へということでですね、先ほど申し上げた子ども向けの、あのイベントやがありますし、また地域の伝統行事である青年エサとかですね、まあ、シーサ、綱引きとか大山、隣の又吉亮さん、はい、大山出身なんですが、伝統的な大山綱引き、大綱引きがありますね、はい、そういうことで宜野湾市にはさまざま各地域で、伝統がありますので、ぜひあの、まあ、市外の方もですね、ぜひこういうイベントに参加してですね、宜野湾市の良さを知っていただければなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、本日最初のゲストということで、宜野湾市自治会長会の森田会長でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは一旦 CM に入ります。この時間は宜野湾中 CG タイム特別番組自治会へ入ろうスペシャルをお送りしております。この番組は毎週水曜日 FM 宜野湾にて放送中の宜野湾中 CG タイムのメンバー赤嶺舞と、今回はなんと特別ゲストに、あ、ゲストじゃないです、 MC に元大山区自治会長の又吉亮さんと一緒にお届けしております。よろしくお願いします。はい、今日はなんとですね、スタジオを飛び出し宜野湾市役所玄関前から収録放送でお届けしております。そして自治会加入促進月間6月の期間中は毎週土曜日10時から11時まで、あの公開収録の放送を流してますので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いいたします。さあ早速次のゲストいきたいと思います。はい、さて続いてはこの方です。宜野湾市長松川正則市長です。来ました。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは、宜野湾市長の松川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどの出発式、まあ、毎年度のごとくなんですけど盛り上がりましたね。はい、盛り上がってましたね。そうですね、はい、まあ、あの数多くの、まあ、当然あの自治会長の皆さんはそうですけど、まあ、関係者、宅建業者の、皆様方とか、他にも議員の皆様方とかですね、はい、数多くの皆様の出席がありましたね。はい、まあ、この出発式を終えて、まあ、今頃、まあ、自治会長の皆さん宜野湾市内をですね、そうですね、まあ、自治会加入促進のパレードをしているところだと思うんですけれども、はいはい、見かけた方は手振って、そうですね、いただきたいですね。手振っていただきたいと思います。はいはい、じゃあ舞さんの方から質問を。あ、そうですね、はい、市長質問があります。はい、あ、なんかちょっと変でしたか、今聞き方。あの宜野湾市にとって自治会ってどんな存在ですか？まあ、一言で言えば、まあ、一番市民住民に、はい、まあ、身近な、まあ、コミュニティといいますかね、うん、一番相談もしやすいし、うん、まあ、行政としても頼れる、さまざまなまた活動もしていますんでね、うんうんうん、非常に あの、ありがたい組織だと思います。市長にこのように言っていただけると、まあ、自治会長の皆さん大変ありがたいと思います ね、はい、またこの6月は、まあ、自治会加入促進月間ということでもあるんですけれども、はい、まあ、宜野湾市としてはこの自治会加入促進月間どのような、はい、まあ、市としての取り組みっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、まあ、取り組みの前にやはりあの、まあ、住民の健康づくりであるとか子育ての支援、はい、まあ、さらには防犯対策、まあ、様々なあの、まあ、防犯活動をしないといけない、うん、まあ、現状がありますんでね、はい、それから環境美化活動とか、はい、災害時の総合協力とか、はい、まあ、そのためにはやはり、自治会が必要だと。でその自治会に、加入をしていただく、まあ、強化月間、はい、まあ、これが今月なんですが、宜野湾市としてはまあ、さまざま取り組みもして声掛けもしておりますが、まあ、宅地建物業者会の皆様、うん、そして、宜野湾市社会福祉協議会、
さらには、牧野湾市と自治会長会4社で、はい、これは加入促進 の、 パンフレットを、はい、制作もしております。それをお配りもしまして、その周知もしております。まあ、昨年はまた企業の皆様にも声掛けをぜひ、はい、したいということで、加入促進の意味から地域応援ステッカー事業というのも、はい、スタートをしております。はい、まあ、様々、取り組みをしておりますが、まあ、私も、いろんな会合では、はい、ぜひまあ、地域行事が素晴らしい行事がたくさんありますから、まあ、そこへの参加をするためにもぜひということで声掛けをしております。そうですね、昨日大山区の総合行事だったんですけれども、はい、まあ、市長も、ね、はい、来賓で、来ていただいてですね、まあ、ご挨拶もいただいて、はい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 、そうですね、宜野湾市長さんは、市長さんはって市長は、市長はって言っていいんですか。あ、市長は宜野湾市の自治会でどんな行事が楽しいなと思いますか。まあ、私は、さまざまご案内をいただいて喜んで、参加するようにしておりますけど、まあ、当然総会はそれぞれの自治会で、はいはいはい、やっています。まあ、そこはやっぱり総会の内容は予算であったり、はいはい、事業活動であったりということを決める。ただ地域行事としては伝統文化を育むような、ね、事業もたくさんあります。はいはい、まあ、サンガチャとか、はい、敬老会とか、ね、敬老会とか、まあ、青年祝いですよね。はい、それから、まあ、昨日まで串ゆっくり、はい、串ゆっくり、はい、まあ、そういった行事とか、あとは益式王者な、宜野湾では伝統の大空引きもありますね。非常に地域がまとまる、行事になってます。伝統行事ですね。はい、あとは、まあ、やはり地域での、まあ、歩け大会をやったり、運動会をやったり、まあ、そういったことも本当に多く、取り組まれています。まあ、あとは行政と一緒になってやる事業もたくさん今ありますのでですね、はい、そこはぜひ自治会公民館を活用してもらうと、はい、多くの情報が、素晴らしい情報がやられると思いますね。今全国的にですね、やはりなんか地方創生っていうふうに、まあ、叫ばれている時代にはなっているんですけど、まあ、宜野湾市においてはやはり、まあ、それぞれの地域の活性化っていうのがやはり、まあ、そういった観点では必要になってくるのかなと。で、まあ、私もまあ元自治会長ということもありますので、まあ、地域に、まあ、おけるですね、まあ、宜野湾市のサポートが必要になってくるのかなと感じているところではあるんですけども、先ほど出発式の際に、まあ、社協の田畑会長からですね、はい、まあ、自治会に入ると、まあ、ポイントのようなものがたまるシステムというような、はい、ああいった、まあ、斬新な発想というかアイデアというかですね、まあ、そういったものを地域単位で、まあ、取り組むってなるとちょっと難しいところがあるのかなって思うので、うん、まあ、ああいったアイデアだったり発想というものですね、宜野湾市がサポートして、そういった、まあ、仕組み作りというものが、まあ、あれをやるのか、また別のアイデアが出てきてそういったものができるのか、ね、はい、宜野湾市全体で取り組めるようなそういったものをですね、市がバックアップ、うん、していただけたら、また、はい、またさらなる、まあ、地域の活性化につながるのかなと感じております。うん、まあ、市長には期待しております。はい、まあ、先ほど突然のポイントカードの付与がありましたけど、そうですね、そこで私も初めて聞きましたけど、まあ、一つのアイデアだとは思います。そうですね、まあ、担当の方もやはり、市民生活課の方が、まあ、この、ステッカー事業をスタートさせたり、はい、パンフレットを制作したり、はい、あるいは、まあ、なかなかないような形で、うん、宅建業者の皆さんに声掛けして、ね、一緒に、はい、そういったパンフレット案内を周知をしてもらうと、まあ、そういったことも大きな、進展だと思います。はい、まあ、ポイントカードの付与とかいうのはまた、いますか。加入促進の社協と自治会長会と市の方での会議があるので、そこで早速ちょっと提案をしてどうしようかなって考えてみたいと思います。またしっかり加入がこうしっかりしている自治体を、ね、参考に、はい、まあ、どういったことがまた取り組まれているのか、はい、そういった情報も担当部署の方では、取
取り寄せていただいてね、はい、そうですね、調査をしてもらって、宜野湾市民はアイデアマンが多いですからね、そうですね、はい、結構いろんなアイデアをすごい、まあ、そこはまた大いに、期待をして、取り組めるようにまた一つでも頑張りたいなと思います、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして最後にですね、松川市長に宜野湾市の地域の魅力についてお聞きしたいと思います。地域の魅力、宜野湾市の地域のリスナーさんに宜野湾市こんないいところだよっていうのをアピールしていただけます。ああ、そういうことね、すみません、ね、日本語がちょっと私苦手で、はい、まあ、宜野湾市は、本当に普天間飛行場は町のど真ん中にかけて大変厳しい環境にはございます。ただ9万8000名の市民が本当に、まあ、いい形での連携をして、まあ、地域でも地域づくり、あるいはさまざまな、まあ、各種団体の皆様が本当に行政に対しても一生懸命協力をしていただいています。まあ、それがまたそれぞれ23自治会ありますけど、それぞれの地域でそういった方々がまた、リーダーとなって頑張っておられます。まあ、伝統行事も非常に継承も含めて多いですし、あとはやはり文化行事も文化祭、市の文化協会なども非常に優秀な先生方が非常に多くおられて、文化の発信もできていくというような、まあ素晴らしい文化が香る町だと思います。はい、まあ宜野湾市の地形のようにですね、まあ宜野湾市の住民が皆さんが手をつないで輪になるように、地形と同じように地域の住民のつながり、まあそれも意識できたらいいですね。そうですね、そのためにまた4社間いろんな人たち巻き込んで盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。市民の皆さんもぜひ自治会に加入を一声かけていただいて、それぞれの自治会に加入をしていただきたいと思います。素晴らしい情報が得られると思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは松川市長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。この時間は宜野湾中 CG タイム特別番組、自治会へ入ろうスペシャルをお送りしております。この番組は毎週水曜日 FM 宜野湾にて放送中の宜野湾中 CG タイムのメンバー赤嶺舞と、そしてなんと自治会加入促進の特別 MC として前大山区自治会長の又吉亮さんと一緒にですね、スタジオを飛び出し宜野湾市役所玄関広場前から公開収録でお届けしております。よいしょ、よろしくありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そしてこの放送は加入促進月間の6月いっぱいは毎週土曜日朝の10時から11時まで FM 宜野湾にて放送してますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、続いても素敵なゲストさんの登場です。宜野湾中城地区宅地建物取引業者会会長の田湊会長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょーいですね。ちょっと今噛まずに言えたんで少し満足してるんで、はい、あとはもう舞さんにお任せしようかなと。もう満足してます。はい、田湊会長よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ですが、はい、まあ、今宜野湾市と、はい、社会福祉協議会、そして自治会長会、そして他県業者会の4社間協定というものを結んでいるんですけれども、他県業者会としてこの4社間協定の中でですね、この自治会加入促進に向けてどのような取り組みをしているのかちょっとお伺いしたいなと思っております。はい、他県業者会はですね、新規の賃貸の契約の時に、パンフレットを配りながら、推進、活動をしています。それとまた業者の皆さんにはですね、こういう、ステッカーを お店の前に配布したり、推進をしております。はい、まあ、ステッカーがあるということですね。これ自治会って今までは住民世帯の自治会加入というようなイメージが強かったところ、はい、まあ、この、まあ、4社の取り組みとして新しく、まあ、ステッカーを作って、はい、そうですね、このステッカーが出来上がった時にですね、僕ら3月頃でしたかね、テレビも出たんですよ。あ、そう、四万十の宝、見ました。あれ、はい、僕の友達も見たよと、だいぶ反響、今でもね、よく見たよと言われてですね、
ぜひ、自治会に入ってよという話をしたら、はい、いやいやもう入ってる入ってるという話になってですね、あ業者も結構あの自治会に加入してるのはあるんですよ、はいはい、いるんですよ、はいはいはい、またこのステッカーを作って、まあ、普及することによって業者の皆さんもこういうステッカー、ね、こういったことで、まあ、地域還元、はい、社会貢献につながるということでまた積極的にですね、まあ、自治会加入してくれる、はい、まあ、業者さんも増えていくのかなと、まあ、新たな取り組みでとてもいいものだなと思いますね。そうですね、はい、そうですね、お店とかあの店舗とお店一緒ですか。そうそう、お店も自治会に入れるんだなってこのステッカーをきっかけに知ることができました、うん、はいはい、でまたですね、まあ、4社協定を結んでいる中で、はい、まあ、宅建業者会さんの方がまあ、こういった取り組みを一緒にしてくれるということで自治会長会側はですねもうとても助かるありがたいことだなって思ってはいるんですけれども、例えば宅建業者会の方からはまた自治会にこういったことをしていただけるとまた私たちも助かるなとかそういったものってまあご要望とかもあったりするんですかね。そうですね、私個人も自治会に加入してまして、うん、はい、この間葬儀があった時にテントを貸してくれたりとかですね、ちょっと雨模様だったんで非常に助かったなと、そばよく皆さん立てるのも協力してくれて非常に助かりました。それとか燃えないゴミって週2週間に1回ぐらいしかないのかな、その時に自治会長隣会長がすぐパッと自分なんか住宅の前から持って行って、あ、ごめんなさい、非常に助かったこともあるんですよ。はい、まあ、自治会というものは、まあ、何でも屋さんですから ね何かお願いしたらすぐ動きますから、はいはい、でまた僕らの、はい、会社をですね立ち上げた時に、はい、ここでちょっとしたセレモニーをしたんですけどね、はい、テーブルや椅子を、はい、提供してもらったりとか ね、助かりますね。そういうこともありましたので、ね、非常に助かってます。あ、まあ、それが地域のつながりということで、そうですね、やはりまあ自治会側もですねこういったまあテーブル貸してちょうだいとかテント貸してちょうだいというものに対して、まあ、信用貸しみたいな感じで貸しているので、はい、やはりまあ、まあ、誰かを知っているこの方がどういった方なのか、まあ、貸しても大丈夫なのかっていうのをですね、うんうん、まあ、そういったことでまた、まあ、お互い助け合いというような、また地域の困りごととか、まあ、人手が必要な時にまた助けていただけるというような、持ちつ持たれつみたいな感じで、応募扶助というものですね。なるほど、はい、なってるということですね、はい、相互扶助分かりますか。相互扶助分かりますよ、ちょっと難しい日本語は苦手なんですが、お互い様ってことです、はい、まあそうですね、そうそうそう、はい、まあ社協職員ですから、そうです相互扶助はもうお互い様の精神は社協も推進しているので、よろしくお願いします。そしてですね、今回宅建業者会、先ほど田港会長出発式のパレードで、はい、パレードじゃないですね、出発式、あ、ごめんなさい出発式で実際不動産にお家を借りに来る人たちにこういうのもありますよってパンフレットを配ってるってことなんですが、そうですね、あれを置いてるとやっぱ全然違いますか。皆さん心よくやっぱり加入していただける、状況ですね今、うんうん、やはり賃貸のアパートだったりするところで、はい、自治会の側としてもですね、やはり、まあ、どういった方が住んでいるのかっていうのを把握が難しいような状況でもありますので、はい、そうですね、また宅建業者会の皆さんがですね、まあ、新規で、はい、まあ、入居される方たちに、まあ、そのように自治会加入を進めていただいてですね、はい、でまた自治会の方としても、まあ、こういったところに、まあ、お子さんが多くいる家庭がいると、でまた独居の高齢者の方が住んでいると、そういったまあ情報があればですね、私たちも、まあ、自治会として、私たちもって言っちゃいましたね、私今自治会長ではないんですけれども、元自治会長ですね、元自治会員なのでね、はい、はい、まあ、こういうふうに、まあ、手助けができるというような、はい、まあ、宅建業者会の取り組みが非常にありがたいものだなと感じておりますね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、宅建業者会の田港会長、今後自治会町会と社協と宜野湾市と一緒にまた加入促進に向けて取り組んでいきたいと思うんですが、リスナーさんに向けて、リスナーさんに向けて、そうお願いします。そうですね、やはりこの自治会に加入すると地域の情報がですね、生の情報が入ってくるんで、非常に助かるところが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ自治会にまだ加入されてない方々、まあ、事業者もともどもですね、今回この機に促進しておりますので、ご協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、
それでは田湊会長ありがとうございました。はい、ありがとうございますはい、はい、それでは最後のゲストになります。宜野湾市自治会長会の中からお二人はい、お願いします。はい、最後のゲストですね。ダメですか？はい、大丈夫ですか、舞さん。舞さん、ちょっと眠いです。結構緊張気味ですかね。緊張気味です。緊張してるんですか。緊張してます。又吉さん、本当ありがとうございます。いや、でも緊張してる時の笑顔が一番いいんですよ。 ありがとうございます、はい、さあ、続いて、放送ブースに来てくれたのは、はい、宜野湾市の自治会長を代表して、野田家肉自治会長の新城清子さんと、清子会長と、はい、内泊自治会の、船越義政会長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんパレードに出発して回ってる間にお二人にはラジオで、はい、いろんなことを語ってもらいたいと思います。そうですね、まあ、ここは公民館だと思って話していただきたいなと思うんですけど、はいはい、その方が私もありがたいです、はい、実はですね、私2年前まで、まあ、大山の自治会長をやってて、はい、でこの自治会加入促進委員会っていうものを作ろうっていう言い出しっぺが私だったんですね。あ、そうなんですか、はい、で、まあ、その時に代表をして、はい、まあ、新規加入世帯を増やしていこうということでみんなで取り組んでいきましょうということで音頭を取ったんですけど、はい、まあ、言うからには大山区が一番新規加入世帯を取りたいなと思って頑張ったんですよ。はい、僅差で打ち止まりに負けたんですよ。あ、いや、打ち止まりすごいなと思って。ちょっと秘訣を聞きたいですね。はい、なんかもう福祉会長めっちゃ考えてますけど、はい、大丈夫ですか、はい、なぜ僕あんなに一生懸命頑張ったのに打ち止まりに負けてしまったというのがですね。そうですね、まあ、すごかったですよね、新規加入世帯数、はい、でも窓口に進んで加入させてくださいという、まあ、地域の方が2、3いらっしゃいまして、うん、また地域の班長さん、はい、班長さんがですね、こうアピールして、うーん、もうみんなね、地域きれいにするからゴミ取りもね一緒にやろうということで、はい、その機会を通して最近3件ぐらい審議会に入りました。また最近も増えたんですね。あ、すごいですね。すごい、まあ、船越会長の人柄ですかね。なんかやはり、いや、そんなことないですよ班長さんですね。班長さんがもう頑張っていただいてですね。そうですね、班長さんの存在は本当に欠かせない存在ですよね、はい、まあ、班長さんが船越会長の化身となって、はい、まあ、自治会加入を進めているというような感じでしょうかね。まあ、そうしないとなかなかこの、まあ、情熱というものは、自治会に入ってほしい、自治会を理解してくださいというものを班長さんに伝えるのもなかなか、また自治会長としても難しいところでもあるはずなんですけど、班長がしっかりと進めて、また自治会加入が増えてということで、はい、そうですね、内泊りはもう第一第2区画整理事業がもう、はい、ほとんど終わってですね、 それで、まあ、その第1区画整理の時はですね、570世帯ぐらいいたんですよ、うん、会員がですね。でそれで第2区画整理事業が始まって、それで350世帯ぐらいに加入者がこう減ってですね、うん、しかし最近他の市町村から自分のこう土地にですね、移って、うん、徐々に世帯数、ま、加入世帯数が増えているのが現状です。まあ、内泊り区はまた新興住宅ですの で、 またこれからまたどんどん、まあ、地域の魅力を感じたら自治会加入世帯数も増えてくるのかなっていうところですね。また、野田家肉自治会長、はい、まあ、新城清子会長も来ているんですけれども、はい、まあ、野田家肉はですね、また内泊りと比較すると、まあ、比較的小規模の、ね、まあ、地域であって、はい、ただまあ小規模だからこそ、はい、まあ、この小さな地域で取り組める内容っていうのもあると思うんですけど、はい、野田家肉の特徴としてまた、そうですね、はい、うちの地域っていうのは今ですね430世帯ぐらい約なんですが、400世帯これは全員で、その中の今160世帯しか入ってないんですね、はい、どんどん今アパートマンションとかが小さい地域ですけど立ってきてるので、やっぱりそういう人たちを取り組みたいな、で、はい、引き入れたいなというのが今の私たちの願いです、はいはいはい、ですから今回の宅建事業所さんの田湊会長の、はいはいはい、話を聞いても、ぜひ頑張ってこう動いていかないといけないなと思っています、うん、なかなかやはり加入するのに非常にやりづらい点がたくさんあるんですけれど、はい、ただ嬉しいのは今日早速お電話がありました。おー、はい、なんと素晴らしい、とっても嬉しかったですね。お話、本土の方なんですけど、市の方で進められて、なんか私も地域に協力したいと思ってるんですけど、近いうちお邪魔しますというお話をいただいたので、やはりこういうふうに
促進出発式をやって、あの4社で協定してやっていくっていうのはすっごいあの力になるなと思いました。早速の実績を上げてるという、そうですね、すごい、すごいつながって、とても嬉しかったですね。いいですね。また、まあ、近年あの若者、まあ、若者若い世代の自治会加入が少し減少傾向にあるということで、先ほども出発式での挨拶あったんですけれども、この若者世帯にですね、自治会、地域に求めるものということで、子育て支援だったりとか防災の面でですね、地域支援を求めるというようなあのアンケート調査結果等もあるんですけれども、また野岳肉はあの自主防災会を立ち上げて、2月にあった津波避難訓練の際には、またどういった役割が地域でできるかという新しい、またあの避難訓練のものをやっておりましたね。あのすごく私たちも初めてだったので、あのどういうふうに防災組織を動かしていっていいのかっていうのが分からなかったんですけど、やはりいろんなあの消防さんの協力だったり市の防災課の協力、そういう協力を得て、やはりああいう形であの区民の皆さんに本当に自助公助ということを進めることができたっていうのは本当に良かったなと思います。あのやはりあの防災ってなかなか会ってみないとわからないの で、自分たちで勉強したいけど何を勉強していいかわからない、それを私たちがやはりあのいろんなところで協力して、そういう場で伝えていくっていうのはすごい大事だなって思いました、とてもいい勉強になりましたね。普段の暮らしの中でも、身近に、自治会というものは大事なんですけど、いざという時、災害が起きた時、その時も頼れるのは、地域であったり、周りの方々であったり、自治会であったりというところもあるので、やはり自治会における役割というのは、そういったいざという時のためにもですね、やはり皆さんがつながっているということが大事なのかなというふうに、そうですね、つながるってとっても大事だと思います、ね、本当に思います。で、社協さんとのこの支え合い活動とか、そういったいろんなものをあの関連して、逆にあの私たちも区民とのつながりってすごく強くなったように思うんですね。あのここで接する機会があまりなかったり、班長さんにお願いしっぱなしっていうところも結構あったんですよ、それをこれからはどんどんあの活かしていける、直で面会ってあの、その人の困ってることを聞くこともできるというのも、やはり地域ならではのことかなと、だから公民館 の、 あの持つ役割ってすごく大きいなと、あのすごく感じる日々です、だからうちの周り の、 あの船越さんもすごく魅力的な方ですので、本当にそ の、 あの魅力が地域の住民の方、班長さんに、つながってるんだなと、とても思いますよね。今清子会長に魅力的って言われて少し固まってます。そうですちょっと緊張してますが、そういうところがまた魅力なんですけどね、自治会長皆さん方本当に話しやすくて、みんな魅力的だなと思うんですけど、これ魅力的な人を選んでるんですか、自治会長。いや、地域が魅力的だからやっぱ魅力の、溢れる方になるのではないのかなと、語ることがみんなたくさんあって、それだけ宜野湾市いいところがいっぱいあるんだなって思いました。そうです、それぞれの自治会長さんたちで、やっぱり私もすごく勉強になるんですけど、やはり私14年、15年目になるんですけど、15年目、フル株になってしまったんですが、若い自治会長さんのバイタリティ、その行動力だったり、やっぱり私たちも勉強になるし、それぞれの思いっていうのがあのこの会長会の中であのお互いに交流する中で伝わっていくんですね、だからそれがすごくあの非常に私の中でもあの人生の中でもね、役に立ってますし、地域にも役立ってるなってとても思います。すごい会長会、23自治会長の皆さんが集まる会長会のつながり本当に強いなってとっても旗から見て感じるんですけど、結構団結力は他市町村に比べてすごいなと思ってるんですが、 ありがとうございます、嬉しいですね。やはりあれですよね、自治会長として、地域の、会長という名前もついてますので、地域のトップにはなるので、やはり、背負う責任であったりとかで、地域の課題というものっていうものが、共通しているところで、やはりそれぞれの自治会長と、意見交換というか情報を共有しながらも、やっぱ気持ちの共有をしているところがあるのかなって、だからなんかこの気持ちのつながりが強くなっているのかなって、私自身は、自治会長をやってた時は、そのように、感じていましたね。せっかくですので、野岳2区の魅力だったり、内泊区の魅力っていうか、おすすめ行事とか一押し行事とかでも構わないんですけれども、教えていただきたいなと。お願いします。じゃあ私からいいですか。じゃあ野岳2区なんですが、一番大きな事業としては納涼夏祭り、非常にあの小さい部落ですけれど、教会の施設を借りて
一番大きな祭りをしております。人数は少ないんですけど、非常にあの地域の人たちがみんな協力してやってくださるので、とても楽しい祭りになっているかと思います。それともう一つが、ですね、新1年生13歳、そして85歳97歳のお祝いです。先だって97歳のおばあちゃんがあのご自分でお祝いの席ですが大正琴を弾いて披露して、もう本当にあの私たちの目標です。すごいですね。そういった形でやっぱりあの縦のつながり、そしてまた横のつながり、そういうあのつながりっていうその大事さをとても感じるあの日々ですね。なんか野だけ肉のカラーを感じますね。まあそういった話を聞くと。ちっちゃいんですけどね。はい。では次うちのまりの、はい、うちのまりはですね、最近ちょっとあの中学校のバスケット部がちょっとゴールデンウィークに合宿、そして北中中、そして益城中、そして王者な FC あのサッカーチームですね、それぞれあの野球チームとか一泊二日のあの合宿をですねあのやってですね、大変あの公民館はいいという好評をいただきました。またあの、まあ、うちの周りはボーリング場が近くて、まあ、ボーリング大会ですね、昨日終わったばっかりなんですけど、まあ、すごいあの、まあ、将来有望な、素質の持っている、289ぐらい出すあの中学生がいましてですね、びっくりしますね。うちの周り君に、はい、住んでるんですか、はい、そのでお父さんがまたですねすごいお父さんで、もう親子3代にわたってボーリングすごい素質を持っているあの自治会員がいます。昨日もうすごかったですね。あとそれぐらいがうちの周りは美化活動に大変力を入れていまして、で美化活動をやっているこう運動を見てですね、公民館近くのアパートに住んでいる方がですね、ぜひ私も美化活動をやりたいと、そうなんですね、それで自治会にも入ると入りました。素晴らしい。その方はあの本土から、まあ、学生で来てですね、あの、お医者さんになりまして、ぜひ将来はうちの周りに住むというこう希望を持っていましてですね、ぜひこういった方を公民館業に引っ張ろうかなと思ってます。はい、いやそれまで自治会長を務められると頑張っていくぞっていう。そうですから頑張っていきましょう。はい、そしてですね、最後にですねお二人に、自治会に入ろうという PR を一言ずつもらいたいと思いますけど、リスナーの皆さんにですね、はい、そう皆さん宜野湾市に住んでる方もいれば宜野湾市以外に住んでる方もいるので、これをきっかけにいろんな方々が地域につながってほしいなと思いますので、ぜひ PR を、はい、一言ずつよろしくお願いします。そうですね、多分初めて参加の人でもすぐに顔を出してみてください。まずは入ってみてください。楽しさが分かると思います。素晴らしい、ね、ありがとうございま す。そして緊張気味の田中会長、はい、公民館がでね、あの地域の交流場所ですので遠慮なく公民館にいらっしゃってください。よろしくお願いします。はい、はい、それでは新庄京子会長、船越会長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらで1曲 お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。さあそろそろお時間になりました。宜野湾中 ECG タイム特別番組自治会へ入ろうスペシャルはいかがだったでしょうかね。いや楽しかったですね。楽しかったですか。はい、もう私はいろんな方の、緊張して、はい、ダメダメでしたね。いやいやそんなことないですよ。では改めて、はい、又吉元会長、はい、元又吉会長、はい、が自治会に本当に密着して自治会長やってたんだなって思って、はい、すごいなんかポンポン引き出しが出てくるので、あ今まで疑ってたっていう、疑ってはいないんですけどなんか本当に自治会って地域に根ざしてるんだなって本当に勉強になりました。はい、もう頭真っ白にネタが出てこないんですよ。でもやっぱ普段取り組んでる方々はもういっぱい出てきて思いがいっぱいあるんだなって、はい、思うような、私自身もですね、まあ、今日このように、まあ、ラジオで、はい、話しさせて、まあ、させていただいて、まあまあ、多くの方から質問もして、まあ、聞いたんですけれども、はい、やはり自治会の魅力というのをまた再認識できたなというふうに感じましたね。うん、でやはり、まあ、私はまあ大山の区民、住民ですので、はい、大山区のことはよく知っているんですけれども、はいはい、まあ、
どの地域が、どのような取り組みがあるとかですね、うん、でどのような魅力があるっていうのをまた再認識できたなと、私にとってもすごいいい機会だったなと感じております。まあ、お誘いいただいたことに感謝しております。いえいえ、ぜひもう本当に助けていただきました、たくさんこんな感じで社協本当に自治会の人たちにいつも助けてもらって、はい、それが見えるような番組になってよかったなと思います。そしてみんな本当にいい人で、はい、この笑ってくれる感じが本当にいいなという魅力が伝わったかなと、ね、はい、最後のゲストの清子会長も船越会長もずっと喋らない時もずっと笑顔でしたから ね笑顔でいつ もう、ね、受け入れてくれてありがたいなと思ってます、はい、民間の雰囲気だなっていう風に感じましたね、はい。そしてですね、もしこの番組を聞いて自治会に興味があるなとか入ってみたいなという方がいましたらですね、ぜひ宜野湾市役所の方でも案内はしておりますが、はい、ちょっと市役所は緊張するなという方は FM 宜野湾さんの方にメールを打ってもらったりとか声をかけてもらったら、はい、また FM 宜野湾さんから聞いてご紹介していきたいと思います。はい、またすぐお近くにですね、公民館がある方は、はい、まあ、コーヒーお茶を飲みに行きながらでも、で、まあ、公民館に行っていただいて、はい、まあ、自治会ってどんなことやってるんですかっていうふうに問い合わせてですね、はい、まあ、まあ、気楽に行けるところですので、そしてこの加入促進月間中は市役所のロビーでパネル展も行うというふうに聞いて、はいはい、それぞれの地域のまあ、行事だったりというものを張り出ししておりますので、はい、その時自治会長さんにも漏れなくお会いできるとかできないとかあるみたい、あ、できないみたいで今回、はい、皆さん公民館にやっぱ行くしかないですね。そうですね、はい、まあ、市役所に来た際には、まあ、ロビーの方で、まあ、それぞれの自治会がどのような活動をしているか、はい、見ていただいて、まあ、最寄りの公民館にまた足を運んでいただいて、はい、まあ、自治会に一歩足を踏み入れていただきたいなと。そうですね、その後はもうハマりますからね。そうですね、ハマっちゃいましたね、はい、もう私入らないといけないですね。え自治会に、はい、宜野湾市の、はい、まだ転入してないので。ああ、そうなんですね。早めに転入して宜野湾市、はい、大丈夫かな今日、大丈夫だと思いますよ。 ありがとうございます。はい、はい、こんな感じで若い人が本当に気軽に参加しやすい、はい、宜野湾市の自治会となってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はスペシャルでしたが、又吉さんどうでしたか。今聞くんですか。今聞きます。いや、先ほどどうだったかを感想を言ったつもりではあったんですけれども、実際 MC をやってみて、はい、もう自治会長ではないので、はい、旗から見て自治会どんな期待を求めますか。どんな期待を。期待を、いや、まあ、自治会に期待するっていうと私が第三者のように感じるので、はい、まあ、期待するというよりも私も一緒に頑張っていきたいと、はい、っていうふうに思っています。はい、素晴らしい、素晴らしすぎてみんなが拍手が起きてます。いやよろしくお願いします。はい、はい、ではそろそろまとめていって局長よろしいでしょうか。はい、今回はスペシャルでしたが、宜野湾中市 G タイムのレギュラー放送は宜野湾市社会福祉協議会のメンバーが愉快に楽しく地域の魅力を毎週水曜日の4時半から放送しておりますのでよろしくお願いします。そしてこの番組は毎週自治会加入促進の特別番組は毎週土曜日の10時から11時まで6月の期間中放送したいと思いますのでよろしくお願いします。そして今日の公開放送の様子は YouTube にてアーカイブ化されて、FM 宜野湾の方に載ると思いますのでぜひそちらもチェックしてください。はい、それでは最後にですね、本日のお相手は宜野湾市社会福祉協議会赤嶺舞と、はい、前大山区自治会長の又吉亮でした。はい、協力してくれた自治会長の皆様、宜野湾市長の松川市長、宅建業者会の田湊会長、そして船越会長、新庄清子会長、森田会長、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではさよならをしたいと思いますので、せーのでさよならで手振りたいと思いますので、僕は手振るだけでいいですか。さよならもお願いします。はい、それでは皆さんせーのさよな ら, よなら、自治会よろしく。明日も朝